はい、前回、今日のまとめのコツは前回の続きですね。はい、で、ご自宅でボールを通じてこうゴロゴロしてもらったんですけども、やっぱりちょっと硬さが出やすいというのがありました。特にこう海内とやっぱりちょっと引いた時ですね。で、今回はいろいろ試してみたんですが、大きくは原因は2つ、3つあります。1つはこう座る姿勢が、ちょっとこう右に偏ってるとちょっと緊張しやすいかもしれないと、はい、あとは背もたれ持たれすぎるとですね、ある程度こう太もも足に乗せましょうというのが一つ。あと今回非常に特徴的だったのが、まあ置いた時に、まあ、細かくは手のひらとか手首の感じとか、脇とかありましたけれども、一つはこのボールのこの表面だけじゃなくて、この底の机に転がっていく感じっていうのを手を返してちょっと気をつけてもらうと、ね、結構緩みやすかったですね。前後も左右も、まあ、特に前に行くときはボールの転がりもですけど、手首のパカーンのロケットランチャーみたいな感じが今日は良かったですね。ちょっとした気をつけ方で変わりますので、で、まあ、ちょっと詳しくご説明すると大丈夫ですか、場所は。はい、はい。で、まあ、やはり肘も突っ張りやすいので、まあ、できるだけギューンと前出すと突っ張りやすいので、まあ、手前からスタートがいいと思いますね。で、こうやって起こしてもらって。で、まあ、今日もこの辺りからスタートしてみたわけですけれども、やっぱり、緊張しやすいはしやすい、ね。で、今回はちょっと前後にしますね。前後にした時に、今だいぶ緩んでますけど、さっき最初でやっぱだいぶ硬かったんですけど、まあ、この時に手首が山になるとか肘とか脇とかやりましたけど、まあまあちょっとは緩みますけど、これでガクンと緩む感じではなかったですね。うんうん、で、その中で、まあ、一つこれいいねっていうのが、まあ、まあ、一つは脇開くっていうのは、まあちょっと緩みが出やすかったですね、前に行く時。うん、で、手元に引くと脇がちょっと閉じてくる。で、最後結構良かったのが、この前に行った時にこの手首がパカンと開いて、手首からロケット出るでみたいなお気持ちでやると、多分その方がこう手首の意識がしやすいんでしょうね。はい、あとロケットパンチの感じでこう全体的に伸びるよっていうのもイメージしやすいので、多分そういうので前に伸ばすときはロケットランチャーパカのイメージが今日は良かったですね。はい、結構ほんとちょっとしたことでこういう感じ大事ですね。なのでご自宅では、まあ、ロケットランチャーでやってみてでもですし、それでも良くならなかったら脇開いてるとか、手首や本当に山になってるとかですね、前に行ったらパカーンってなってるっていうのをちょっと一つずつ確認いただけると、スッと緩みやすいと思います。で、今回もう一つ大事だったのが、まあ、この手のひらで持ってるこの丸みっていうのも大事ですね。どうしてもこの手のひらのこの大きいところが浮きやすいので、指先だけとかになってしまいますが、まあ、ベターンとつくと丸みは感じます。で、もう一つ大事なのがこのボールの向こう側ですね。この机についてるところのこう丸み、ゴロゴロゴロって転がる感じでも言いましょうかね。で、それが結構今回非常に大事ですね。まあ、ロケットランチャーの時も、まあ、今回それ特に感じたのはこの左右の海内外ですね。この時にも手とかこの脇が開くとかだけではなくて、手のこう持たれてますよね、持たれてるボールの向こうがゴロリーンと丸くこう転がっていく感じ、内側に面積が増えていく感じ、外側に面積が増える、奥に伸ばすと向こう側に面積がコロ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 と増えていく感じ、この辺り意識すると結構緩みました。この辺がおそらく緩むパターンというのがだんだん慣れてくると思うので、あとそれもやってみていただいて、あ、なんかこうこれで緩むもなんかこれうまくいかへんも含めてぜひ教えてください。はい、で、今回もこの後ですねであれば、まあ、割に起きやすかったということですけど、やはり、まあ、ポイントは前回としてですね、手のひらを指の方まで持っていただいて、まあ、あと手首ですね、手のひらはペタッと持った状態で手首をそーっと下ろしていきます。そーっと。こんな感じですね。
うん、これうまくいってると結構手緩んでます、うん、で、まあ、ちょっと前にスーッと出しますね。ペタッとついてで前に抜く、はい、前に抜くと割とペタッですね。で、まあ、今回、まあ、これだいぶいいですけど、これでもちょっと硬い時は少し手の指先を少し上から触ってあげて、お父さんご自身は手のひらのこの指先からこの根元までがペタッと机についてる感じを意識する。で、奥様はこう手首を上からちょっとこう引き上げてあげて、上げたらこのうまいことこの手のひらが根元から指先までペタッとつきますから。で、下ろすと手のひらもベタン。上げると根元から指先がベタン。下ろすと全体ベタン。っていう感じでやると割と全体ついてくれます。はい、まあ、なので余裕があれば、まあ、もうちょっと前の方が安定すると思いますけどね。まあでも余裕があればぜひ食事の時にもこんな形でやってみてください。よろしいですかね。はい、よかったですね。